で、ドキドキラジオの由来は、ドキドキラジオの由来、ないよ。ないんですけど、なんか、まあ、ツイッターをよく見てる方は知ってると思うんですけど、私はね、何でもね、何にでもドキドキってつけがちなんですよ。アドのドキドキカフェメニューとか、アドのドキドキお料理セットとか、なんでドキドキにしたかって聞かれてもね、ちょっとわからないんですけど、なんか特に意味はないです。もっとこじゃれた、もっとね、ラジオをやるってなってね、こじゃれた名前をつけたかったんですけど、ちょっと私のね、頭じゃ思いつかなかったんで、もうドキドキでいいやってことになって、アドのドキドキラジオってことになりました。すいませんね、意味がなくて。ちょっと深い意味がある言葉にすればよかった。次。結婚してください。ちょっと難しいです、それは。結婚してくださいって何ですか？ダメでしょ、ここで結婚の申し込みっていうか、結婚しようって言っちゃう。もっとちゃんとしたところで言わなきゃ。